の軌跡をご覧になりますか？突然呼び出しがかかるなんて珍しいよな。お前、なんかやらかしたのか？何もしてねえよ。強いて言うならツケが溜まってるくらいだな。それはちゃんと払え。カズマさん、ダストさん、お待たせしてすみません。実はお二人に折り入って相談がありまして。そういうことか。いつも世話になってるし、俺たちにできることなら協力させてくれよ。何でも言ってくれ。ありがとうございます。私、もっと色気のある大人の女性になりたいんです。いや、無理だろ。ちょっと待ってください。協力してくれるんじゃないんですか？協力以前に不可能だって話だ。色っぽい大人の女ってなあ。ああ、別に今のままでもいいだろ。ダメです。私は気品と風格を合わせ持つ女王様系になりたいんです。お客さんの中でもその手の夢を希望する方が多いんですよ。それは向き不向き以前にないものねだりだな。だから言ったろ、ロリーサ、さすがに諦めた方がいいぜ。そうですか。あれあれ、こんなところにお店のサービス券が。ほう。しかも2枚ありますね。協力してくれたら差し上げてもいいかな、なんて。俺にいい考えがある。お前を大人の女にしてやるよ。いつもありがとうございます。ではカズマさんの案を伺いましょうか。まずは見て習えだ。知り合いに女王様っぽいやつがいるから、一緒にクエストに行くよう誘ってみるよ。お願いします。あなたかしら、大人の女に憧れてるっていうのは。この人は確かメリッサさん。サキュバスから見てもすごい色気。すまねえな、いろいろ教えてやってくれ。今日はメリッサと一緒にクエストにでも行ってロリーサに学んでもらおうと思ってるんだが。ちょっと待ちなさい。あなたたちも知ってるでしょ、私人とは組まない主義なの。まあそう言うなよ。ほらほら、肩揉んでやっから。いって。汚い手で触らないでちょうだい。まずはあなたたちに頼み方ってものを教え込まなきゃいけないようね。さあ、もっと必死に心を込めて懇願してみなさい。分け前は多くしますのでよろしくお願いします。聞こえないわね。もう帰ろうかしら。報酬の半分持ってって構わねえ。だからこの通り頼む。いや、お願いします。仕方ないわね。それじゃあ行きましょうか。すごい、学ぶことがたくさんありそうです。メリッサさん、先ほどは感動しました。どうすればあんなに女王様らしくできるのでしょうか？簡単なことよ。どっちが上か相手に分からせてやればいいの。それができればもうこっちの手のひらの上よ。なるほど、上下関係が大切と。他にもコ
そうね。相手がどんなに偉い人だろうと、平等に足毛にしてあげれば大体喜ぶわ。勉強になります。おい、カズマ、大丈夫なのか？ロリーサがだんだんとヤバいやつに近づいてる気がするんだが。とは言っても、ロリーサ自身が望んでることだしな。それに、俺たちとしてはサービス権のために学んでもらう方がいいだろう。3人とも、ターゲットのお出ましよ。こいつと戦うんですか？ええ、もちろん。モンスターも男も同じ。上下関係を分からせてやればいいの。分かりました。カズマさん、ダストさん、やっちゃってください。結局俺たち頼りかよ。はぁ、ったく仕方ねえな。だな。このスバメインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスバ。さあ、観念なさい。皆さん、さすがです。相手はもう虫の息ですよ。さあ、とどめを。まったく、手こずらせてくれたわね。お仕置きが必要かしら。モンスターとはいえ、そんなに踏みつけたらかわいそうですよ。いや、待てロリーサ、よく見てみろ。なんか喜んでません？とんでもねえド M モンスターだな。今のうちによく目に焼き付けておきなさい。これが服従させるということよ。ありがとうございます、メリッサさん。今日見聞きしたことは必ず今後に生かします。ロリーサのやつ、成果を見せたいとか言ってたが、本当に大丈夫なのか？さあな、ま、もらうもんもらえれば何でもいいだろう。お二人とも、ちゃんと来たみたいですね。お、じゃ、早速成果とやらを見せてくれよ。ロリーサの女王様系とか、あんまし期待は…様を忘れてます。あと、その不快な口を開くときは、ロリーサ様万歳とつけてください。おう、ロリーサ様万歳。ちなんでこんなことを。おお、ずいぶん仕上げてきたな。勉強の成果が出たんじゃないか。ロリーサ様万歳は、もしかして罰を受けたくてわざとやってます？すみません、ロリーサ様万歳。それでいいんですよ。さーて、足が疲れてきましたね。カズマさん、ダストさん、どうすればいいかわかりますよね？わかりません、ロリーサ様万歳。鈍いですね。カズマさんは私の椅子になって、ダストさんはマッサージしろって言ってるんです。さすがに腹立ってきたんだが、ロリーサ様万歳。ロリーサ様万歳。でもこれならサービス券を奮発してくれるんじゃ。何を小声でひそひそやっているのです？もしかして、こ
その剣が欲しいんですか？その通りです。お手伝いはしましたし、そろそろいただけないでしょうか？目の色を変えて本当に哀れですね。でもまだお預けですよ。そんな。それではまた明日も来てくださいね。このサービス券のためにも。ロリーサのやつ、調子に乗り出したな。こいつ、このままサービス券を渡さないつもりじゃ。なんじら、こんなところで何をしているのだ？旦那、来ちゃダメだ！今話しかけたら、あんたまでロリーサ様の下僕に！おい、女王様はもういいのか？カズマさん、バニル様の前ではそれはなかったことに。なるほど。女王様とはまた大きく出たな、ちっこいのよ。バニル様、違うんです。これはなんというか、一時の気の迷いで。して、どうだ？この者たちを従えた気分はさぞ気持ちよかったのであろうな。それはちょっとやりすぎたか。いや待て、カズマ、ロリーサを見てみろ。すみません、バニル様にこんなところをお見せしてしまい恥ずかしい限りです。喜んでやがる。やっぱりこいつに女王様キャラは無理だったみたいだな。